はい、ドクターアルスのサブカル研究室、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、私の大好きなゲームの話をします。はい、斬撃のレギンレイブっていうゲームなんですね。はい、でこれは任天堂が発売して、サンドロットっていう会社が開発してる、うん、あの北欧神話をベースにしたあのゲームなんですよ。はい、にあの巨人が攻めてくる、うん、でこの迫り来る巨人をあの Wii のゲームなんで、うん、Wii 時代のゲームで、うん、その迫り来る巨人を Wii リモコンを振ったら振った奇跡で巨人をズバババってぶった切りで、魔法の杖を振ったら、うん、あの炎がピューって飛んでってドド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 っていう、もうね、爽快感しかないゲームなんですよね。っていう、まあ、そういうゲームがあるありまして、はい、でこれが私ね、もう本当に好きなんですよ。うん、あというか、あの今日来る前もちょっと遊んできましたから。でこの斬撃のレギンレイブっていうのは、はい、あのまあ、ものすごいドマイナーなゲームなんですよね。でそもそも、ね、海外でも発売されてないんですよ。任天堂のゲームとしては珍しいんですけど、はい、イメージ的には、うん、あのいわゆる無双シリーズみたいな感じで、うわーっていっぱいやってくる敵をバサバサバサってやっつけるっていう類のゲームにカテゴライズはされるんですけど、あの、なんていうんですかね、手応えが全く違うんですよ。やっぱりね、ボタンを押して敵を投げ払うっていう爽快感と、うんうん、あのリモコン、Wリモコンを使って振って、うん、その振った奇跡でズバババって敵が切れるとか、うんうんうん、あの振った奇跡であの火の玉が飛んでって、うん、ヒュードド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 ドみたいなね、っていう感じの、はい、そう手応えがあって、ものすごいこのなんか敵を倒してる感じっていうのがものすごいんですよ。うんうんうん、とてつもない面白さがあるんですよ、これは。はい、Wii ってその、ね、みんなの任天堂チャンネルっていうそういうサービスがあって、でその中に自分が遊んだゲームがすごく面白いとかおすすめですみたいな風にやって、あのこうプラス投票とかそういう風なんかあのできるんですけど、で、はい、その数字が溜まっていくとランクって決まってくるんですよね。で一番最高評価っていうのはプラチナランクなんですよ。はい、で次はゴールドランクとかシルバーランクとか、はい、スーパーマリオとかゼルダの伝説シリーズとかですらシルバークラスですから、はい、いろんな人が遊ぶゲームっていうのはいろんな評価が混じりますから、大体そんぐらい落ち着くんですよね。でこの斬撃のレギンレイブ発売してから1年間、はい、プラチナランクを維持し続けたんですよ。へー、これすごいことだったんです。はい、でこの斬撃のレギンレイブのプラチナランク、あの1年以上そのディフェンディングチャンピオンとして君臨してきて、うん、このディフェンディングチャンピオンを倒した唯一のソフトがゼノブレードなんです。でそのゼノブレード以外はあのあとはあのあとはあの428かな、はい、あのそういうサウンドノベルのゲームがあったんですけど、うん、まあ、これはあの、まあ、そういったすごく遊んだ人からの評価はものすごい高かったんですよ。はい、で逆に言うと売れてないんで、うん、あの投票する人の絶対数も少なかったんですよね。まあ、マリオとか、はい、まあ、ほら何百万人って遊びますから、うん、何百万人の意見が、うん、あの反映されますから、はい、それは大体あのそこそこの評価に落ち着くんですよね。うん、で斬撃のレギンレブなんかはやっぱりあの遊んでる人間が少なかったので、うん、あのでもうそう面白そうって思わないと買わない類のゲームですから、はいはい、だからその時点ですでにこう基準値は上がりやすいというか、ね、うん、なんかでその中でもやっぱりどんどん手応えがやっぱ凄まじく面白いので、うん、だからでこれねよく言われるのが、うん、あの日本人 の, そのゲーム評価っていうのは減点式なんですね。はい、これが嫌だあれが嫌だそれも嫌だあれも嫌だっつって、うん、どんどん下があの100点満点っていう理想からどんどん減点されてって評価が落ち着く、うん、はい、っていう類なんですよね。はい、で欧米とかの場合はプラス型なんですって、うん、このゲームははっきり言ってクソゲーなんだけど、うん、この部分がすごく好きだ、この部分がすごくいいよね、うん、ってなるとその悪い面っていうのは基本的にどちらかになって、うん、あのプラス評価になりやすいっていうそういう傾向性があるらしいんですよ。うん、でこの斬撃のレギンレイブは減点方式でいくとめちゃくちゃクソゲーなんです。本当に、はい、めちゃくちゃクソゲーなんですよ。これはあの大好きな私でも思います。クソゲーなんです。はいはい、もうね万人向けじゃないんですよ全く。はいはい、ただ加点式にすると、うん、あの100点満点中500点くらいあるんです。めちゃくちゃ面白いんです。もうねとにかくねダイレクトの手応えが凄まじいんですよ。腕がもげる足がもげる首が飛ぶっていうゲームなんで、迫り来る巨人の腕を切ったら腕が飛ぶんですよ。足切ったら足切られてズダーンってなって、で顔だけこっち向けてくるみたいな、
ていうようなあのそういったあの残虐にも見えるようなシーンがやっぱあるので、はい、ただねやっぱしあのそういったちょっとこうあの、ある意味いけないことを、うん、ダイレクトな手応えで遊ぶとめちゃくちゃ面白くなるんですよ。で大好きなゲームであるんですけど、さっきも言いましたけど、うん、あの、基本的にクソゲーなんで、うんでね、いきなり何も知らない人に渡すとまともに遊べないんですよ、はい、あのカメラで、いわゆる 3D 空間を走り回るタイプのゲームですから、うん、あのでカメラがキャラクターの後ろにいて、うん、でリモコンで画面あのポインターを画面に向けて、うん、でその画面内でポインターを動かすとカメラがちゃんと動くようになってるんですよ、うん、で逆に言うとひょいって床とかに置い床とか机の上に置いちゃうとカメラがえっと降りるんで、はい、で夢中になって振ってるとあのそのポインターがどこ行っちゃったか分かんなくなったりなんかするともうカメラがくるくるくるって回ったりとかもしますし、うん、でヌンチャクを振るとあのなんですかね回避神速っていう回避モードになって、うん、あの素早く移動とかできるんですけど、うん、こう夢中になって振ってるとあのいわゆる誤爆するんですよ、はい、横に動きたいのに後ろに爆中してドカッて食らってたりとか、うん、あのそういうことが頻発するんですよね、はい、っていうのでそれを自分でカスタマイズしてこうカメラのポインターを向けてカメラがどのくらいのスピードで動くかとか攻撃した時に敵にちゃんとカメラが向くように設定するオンオフするかとかそういう細かいカスタマイズを自分でちょっとずつちょっとずつやっていって最適な状態にやって初めて面白いんですよ、はい、なのであのすっごい面白いんだけど全くおすすめできないゲームなんですよなのであのさっき言ったようにあの減点方式でいくともうね赤点なんですよ、はい、本当にこのゲーム、はい、ただ加点式にするとさっき言いましたけど100点満点中500点くらいになるんです、めちゃくちゃ面白いんです。で Wii リモコンですから、はい、あので元々の Wii リモコンに対応はしてるんですけど、うん、ちょうどその残虐なエキリブが出る頃にモーションプラスっていうアタッチメントがつくようになったんですよ、はい、でこれはジャイロセンサーがついてて、うん、あのより正確な操作ができるようになるんですよね、はい、あの弓の武器とかは本当にねこうやってギリギリギリって引っ張って、うん、で引っ張ったらこの、 あの加速度センサーがついてるんで、うん、あの動かした分だけ弓が引き絞られるんですよちゃんと、はい、キリ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 であの画面内にあの OK ですみたいなクルクルクルって回って離したら、うん、でボタンをピッて離したらバシューって飛んでって、うん、遠くの方にいる巨人の首がポーンと気持ちいいってなるんですよ、はい、でこのキリキリが短いタイプの弓があったりとか、うん、いろんな種類があるんですよ、うん、であのこう弓でポーンってあの1本強烈なのが飛んでいくタイプもあれば、うん、あの広がったタイプもあって大群できますから、うん、横広がりの横広がりにあの飛んでいく弓のタイプがあったりとか、うんでそれが飛んでった先で爆発するとか、なんかいろんなタイプがあって、だから本当に人それぞれあの好きなタイプの武器がいろいろあるんですよね。あの魔法タイプなんかもあのこう振ってって、その振ると画面上に線が出るんですね。その線に沿ってあの魔法の炎の弾が飛んでたりとか氷の弾が飛んでたりとかいろんなあのことをするんですけど、それがヒューって飛んでってあの10秒くらい待たされるんですよ、そのものによっては。でも迫り来る大群がこのくらいかなって、うん、こんぐらいの、うん、あのじり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 寄ってきますから、うん、で大体の当たりをつけてバーン投げて、でピューッドド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 で、あのものすごい処理落ちするんですよね、はい、画面がもうガックガクになるんですよ、うん、それがね楽しいってなる、っていうのでもうね強烈な快感があるんですよね、うん、あのなんかねその派手な爆発だとか、うん、その派手な攻撃とかっていうのは、うん、あの世の中のいろんなアクションゲームでいろいろあるんでしょうけど、うん、その Wii リモコンで狙って撃つとか、うん、振って切るっていう、うん、そういうあのやっぱゲームってインタラクティブなもんですから、はい、こっちが干渉した分何かが入ってくるって、それがね、はい、よりダイレクトになってるんですよね、うん、そのリモコン Wii リモコンによって、はい、強烈なあの破壊衝動みたいなのを満たしてくれるのがダイレクトに来るんで、はい、多分ね強烈に気持ちいいんですよね、だから個人的にはそれはあの Wii のゲームですから、うん、で Wii U でもダウンロード版っていうのが、うん、あの発売されて、うん、で Wii の時代はオンラインができたんですよ、はい、
で私もオンラインで遊んだりとかしたんですけど、うん、で Wii U ではダウンロード版っていう形では出たんですけど、うん、これはねオンラインにつなげられなかったんですよね、うん、で今任天堂スイッチになってで、はい、任天堂スイッチはジョイコンが Wii リモコンみたいにポインター狙いができるんで、うんうん、でそういうのでいくと斬撃のレギンレイブは任天堂スイッチで移植されてもいいんじゃないかっていう、むしろ斬撃のレギンレイブ2を出してくれればいいんじゃないのって思うんですけど開発のサンドロットがもう完全に地球防衛軍専門の会社になってきちゃってるんで、斬撃のレギンレイブは海外で発売されてないんですよ、もともと一回日本で発売されて、であまりにもとんがりすぎてるゲームだったんで、ぶっちゃけね売れなかったんですよね、あんまりっていう。でそのくせ海外に出すってなったらいわゆるローカライズっていうのをしないといけないわけですよ、うん、はい、全部日本語に音声にしても何にしても切り替えないといけないんですけど、音声量が凄まじく多いんですよ、うん、で何だかな、開発中の逸話として、うん、その出演してる声優さんたちが、うん、なんすかね、主要キャラだけじゃなくて、うん、その襲われる村の人々だったりとか、うん、町の人々の声も悲鳴とか当てられるんですけど、はい、遠くから巨人が来てる時の悲鳴と近くに来てる時の悲鳴は違うはずだっていう開発者の開発側のこだわりで、もう声優さんがかなり任天堂のあやばい案件があるっていう噂になってたらしいんですよもうやばい案件があると、もうとにかくもう1日中悲鳴を上げさせられるとしかもいろんなパターンの悲鳴を上げさせられると、はい、でそれを全部海外でもやらないといけないわけですから、コスト的にもう見合わないみたいなとこもやっぱありますし、すいませんね、私だけ盛り上がって多分全然分かってないと思うんですけど私が今まで遊んできたゲームの中で斬撃のレギンレイブほどダイレクトに破壊衝動を満たしてくれるゲームないですねいろんなゲームありますし、なんかいろんなこうぶっ壊したりとかっていう気持ちよさみたいなね、敵を投げ払ったりっていう気持ちよさを遊べるゲームってたくさんあると思いますけど、斬撃のレギンレイブほどダイレクトに気持ちいいっていうのは多分ないんじゃないかと思いますね、まあ、っていうような感じで大好きなゲーム斬撃のレギンレイブでした。以上です。ありがとうございました。